こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。こちらのウインチキットですね、ここに、ちょっと見えづらいですかね、ここですね、ここにウインチがついてるんですけれども、こちら、これがもう組み込み済み、で、こっちがまだバラバラの状態なんですけれども、こちらの組み立ての解説の動画になります。で、一応動きの方もですね、簡単に説明をさせていただければと思うんですけれども、まずですね、純正の RTR モデルにそのままこのウィンチだけをつけたっていう状態では動かすことができませんので、その点はですね、ご注意ください。で、その動かし方についてなんですけれども、詳しくは別の動画で、ちょっとボリュームがあるんで見るの大変なんですけど、別の動画で上げてありますので、それは概要欄に貼っておきますので、よければですね、そちらの方を見ていただいて、詳しいその動かし方の部分ですね、そちらはその動画でご確認いただければと思います。では、こちらの動画では本当に簡単に動きの方を説明させていただくんですけれども、こういったですね、3チャンネル、もしくは4チャンネルで使えるようなプロポ、あとはそれに付随するメカ類ですね。まず、このプロポ、例えばこれだと4チャンネルで使えるプロポなんですけれども、このプロポ、あとはだいたいセットになってるんですけれども、受信機で、それに伴って ESC、もろもろっていうのが必要になるんですけれども、すいません。それがちょっと詳しく説明すると長くなってしまうので、概要欄に貼ってある別の動画で確認していただくと。で、ちょっとまずですね、動くところだけ、やってみたいと思うんですけども、このプロポですね。まあ、4チャンネル何かっていうと、1チャンネル目がこのステアリングですね。ステアリングが動くと。で、2チャンネル目がこのスロットルですね。で、3チャンネル目はシフトチェンジに割り当ててあります。で、4チャンネル目がこのボタンになるんですけれども、このボタンですね。こう操作すると、こう今伸ばしてます。すごくゆっくりですよね。これは力が出るようにトルク重視の設定になっているので、まあウィンチっていうのはこんな風にゆっくり動くものなんですけど、で、短くしてみますね。このスイッチ、左と右に動かせるんですけれども、さっき左に動かして伸ばした。で、今度短くするときは右ですね。右に動かすと短くすることができると。こんなような動きになります。では、今回の動画ではですね、これを単純に組み立てる作業だけ解説させていただきます。はい。で、早速なんですけれども、ハンダ付けが必要になるんですよ。この、モーターが入ってると思うんですけども、最初からモーターと、ある程度、ギアボックスですね。これが、組み立て済みの状態で入ってると思うんですけれども、ここに線が繋がってないですよね。で、この、配線が同梱されていると思いますので、この配線をですね、この、モーターに、ハンダ付けで、こう接続してあげないといけないと。で、このハンダ付けに関してもですね、別の動画で詳しく初心者の方向けっていう感じで動画上げてありますので、もしですね、そもそもハンダごて持ってないんだけどとか、あと一応あるけど使い方よくわからないんだよねっていう方いらっしゃいましたら、そちらの動画ですね、まずは見ていただければと思います。あとこの配線の取り付ける向きなんですけれども、こう単純にですね、まっすぐ取り付けてしまうと、ちょっと取り回しがやりづらくなってしまいますので、まず、これがどうやってこのケースに収まるかっていうところを確認していただきたいんですけれども、これがですね、このケースに、この向きですね。ケースがこの向きで、大きく開いてるのが、画面に向かって右側、この状態だとすると、こちら側からですね、この向きで入るんですよ。で、この先ほど大きく開いていたところ確認していただいたと思うんですけど、こちら側にギアボックスがこう出てくる感じですね。こんな感じで収まります。で、ここに後からですね、こう、蓋がこういう感じでつくんですよ。で、ここから配線を逃がすんですね。ここに穴が開いてるんですけれども、この穴ですね。この穴から配線を逃がすんで、それを考えつつ配線をするってなると、このこちら側から配線つけた方がいいですよね。それを加味しつつ、うまい具合にこう逃がしやすくつけていただくのがいいと思うんですけども、それでいくと、ちょ
ちょっとこう横からつけてあげるような感じが理想的なんじゃないかなと思います。じゃあちょっとそれを意識しながら一回抜きますね。これを抜いて、今回はまああくまでやり方の一例って感じではあるんですけれども、こっちからこんな感じでつけたいと思います。あとこの配線ですね、この配線のこのコネクタの部分なんですけれども、これをそのまま使われる場合はもちろん残していただくのがいいと思うんですけれども、ほとんどの場合別の詳しい解説動画の方を見ていただくとわかると思うんですけども、ここどうせ切っちゃうんですよ。切っちゃうんで、この作業の時点で、ここですね、もう切っちゃってそれから作業するっていうのでも全然いいと思います。一応今回の動画では切らないですけれども、で切らない場合にはこのハンダ付けをする前にここにこの線を通しておいてください。そうしないと後からですね、ハンダ付けして しまってからではこのコネクタの先がですね、ここを通すことができなくなってしまいますので、一旦この蓋のこの穴に線をこんな感じで通してしまいます。この状態ですね。この状態でこちら側の配線をハンダ付けしていきます。ではこのフラックスですね、ペースト状のフラックスを配線の先にちょっとつけてあげて、プラス側も同様ですね、プラス側もつけてあげて、で十分に温まっている小手先でですね、まず線の方を温めます。でハンダですね、これを流して、でちょっとこの被膜の中にですね、ハンダが溶け込むぐらいにしておいた方が、特にこういう細い配線の場合はハンダ付けした後にこの根元が何度かこう折れ曲がったりっていうのを繰り返して金属疲労で折れてしまうことがあるので、なるべくそこ丈夫にするためにですね、こう先っちょにちょっとハンダをつけるだけじゃなくて、線の中にちょっと溶かし込むようなイメージでハンダですね、まあこれ一般的にハンダメッキっていうと思うんですけども、このハンダメッキしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。続いてこのモーター端子ですね、モーター端子にハンダ付けをしていくんですけども、ちょっと2パターンのやり方でご紹介させていただこうと思います。ちょっと1パターン目はプラス側の方からちょっとやってみるんですけども、まずこの端子にハンダをちょっと持っておきます。でそれからこの配線とですねくっつけるっていう方法でやってみたいと思います。じゃあちょっとハンダが乗りやすいようにこのペーストですね、これをここにちょっと塗っておきます。でここにですね、ここを温めてこの端子を十分熱を持たせて、でハンダを盛るって感じなんですけども、これちょっとモーターがかなり小さいですよね。で端子ももちろんそれに合わせて小さい端子になってるんで、あんまりですね、熱を持たせすぎると、このエンドベルって言って、この黒いプラスチックのところありますよね。ここは溶けてしまう可能性があるので、ちょっとそこだけは注意しながら、でも、なるべく熱を通して、これを乗せるっていう作業になります。1、2、3。で、ハンダを乗せると。こんなような感じですね。続いて、この、ハンダメッキした線の先ですね、これをここにつなげていきます。はい、まずこちら側は今ご紹介したような手順でこのような向きで取り付けてみました。この向きですね。で続いて黒い方ですね、黒い方は慣れてない方はちょっとこのやり方の方がやりやすいかもしれないですけど、この 2パターン目のやり方なんですけれども、この端子に穴が開いてますよね。この端子の穴に先に線を通しちゃいます。こんな感じで、で先ほどと同じくフラックスペーストですね、ペーストがある方はここにちょっと塗っておくと作業がしやすいと思います。ではこの状態で、でハンダを乗せて、これでそうですね、一応この
簡単に取れてしまうことがないかっていうのは確認していただきつつ、これで取り付けることができましたと。これでですね、配線の向き的にもこんな感じになってます。こんな感じですね。で、配線の取り付けができたら、この時点でもうあとは組み立てていくだけっていう感じなんですけども、まずこのケースですね、この向き、この向きに対してこれをここに差し込むと、こんな感じでしっかり奥までですね、差し込んでください。このような状態になります。この辺を目安にしていただいて、ここが飛び出ているようでは押し込み具合が足りないので、しっかりこれぐらいまでですね、押し込むようにしてください。で、この時に先ほど配線ですね、こういう向きにしてあったので、こんな感じでうまく収まってるんじゃないかなと思います。そしたらですね、この配線を通しておいたこの蓋ですね、この蓋をこんな感じで合わせます。で、ちょっときつい部分があるかもしれないんですけれども、しっかり合わせながらはめ込んであげると、こんな感じで綺麗にですね、蓋が収まるはずです。この状態ですね。はい、では続いてですね、この紐とこれですね、このパーツ、これを用意していただいて、ここに穴が開いてるんで、ここにですね、紐を通して結びます。で、ここの穴にですね、この紐を通そうとした時に、結構バリがあって、うまく通らない場合があるので、その場合はですね、こういう、キリや千枚通しみたいなもので、こう、ちょっと広げてあげると、通るようになると思います。で、そういうのがないよっていう場合には、多分爪楊枝でも代用できると思うんで、ちょっと今回爪楊枝でやってみるんですけど、これ爪楊枝ですね。爪楊枝で、この穴、こちら側からちょっとこうグリグリグリってやって穴を広げてあげて、で、反対側からもですね、ちょっとこれ折れかかっちゃってますけど、まあ、大丈夫だと思います。こちら側からもちょっとグリグリグリってやって穴を広げてあげると、これでこんな感じで糸が通ると思いますので、あとはここを適当に結んでしっかり留めておいてください。で、ここはですね、固く結んで、こう、取れないようにしたら、ちょっとここ余っちゃう場合があると思うので、ここはもう普通に切っちゃって大丈夫です。はい、これで紐の結びつけができました。で、次にですね、この丸いパーツがあると思うんで、これはですね、ここに取り付けていくんですけども、よく見ると、ちょっと、浮き上がってる部分が、成形されてる部分がある面と全く平らな面があると思うので、この全く平らな面をこの内側ですね、今このパーツの画面で見ると左側の面が全く平らな面になってるんですけれども、それをこの向きで取り付けます。こんな感じです。ちょっと緩いですけどね、まだこの状態だとこう取り付けます。はい、ではこの状態でこれは一旦置いときます。続いてまたこのギアボックスの方に戻るんですけれども、このギアボックスにですね、このパーツを取り付けていくんですけども、ちょっと似てるやつがあるんですよ、これで。こう見比べていただくと違いがわかると思うんですけど、なんかこんなのがついてるパーツとこっちのシンプルな方があると思うんですけども、まずこっちです。こっちをこの向きですね、このパーツをこ
このパーツをこの向きでここに収めます。こんな感じで、まだこうカタカタ動いちゃうと思うんですけど、でこのままですね、ここにこれを収めたまま、今度はさっき作ったこのウィンチのリールの部分ですね、これをここに差し込むんですけども、ここシャフトがですね、 D カットって言って、平らな面がこのシャフトを真横から見ていただくと、まん丸になってるんじゃなくて、ちょっと平らにカットされた面があると思うので、そこにですね、このリールの穴の同じく平らな面が、この穴もまん丸じゃなくて平らな面があると思うので、そこを合わせるようにしてはめ込みます。でちょっと力がいると思うんですけど、グッとはめ込むと、こんな感じですね。そうするとここのパーツの型は、まあほんの少しになるような感じですね。でここのパーツはまだ取れちゃうんですけど、これはここに収めたままにしておくっていうのは注意してください。で今度はさっき似てるパーツがありますって言って残しておいた方ですね、こっちのパーツですね、これをここにはめ込みます。この向きですね、この向きではめ込む。そうするとこうカチッと収まると思うんで、これでさっきのリールがしっかり固定されたような状態になりますね。こんな状態です。はい、では続いてこう袋の中にネジがいっぱい入ってるような袋があると思うので、ここからですね、このネジを一通り出していただいて、その中からですね、このパイプと長いネジ3本これをご用意いただいて、でこのちょっと糸を出す場所なんですけども、これ車種によって変わるんですけども、ウィンチをですね、まあ大きな加工なくそのまま取り付けられる車種っていうのが C34 か C54 の1になるんですけども、まず C34 の1の場合やってみます。じゃ糸はこの位置で、一旦ですねここにパイプを取り付けます。こんな感じですね、パイプを収めつつ横からネジを入れて固定すると。でもちろんこのネジは締めます。でこのネジなんですけども、やはり相手が樹脂なんで、あまり締め付けを強くしすぎるとこっちが割れちゃうので、そこはちょっと注意しながらこう回していって、ある程度負荷が強まったところ、程よいところで止めておくっていうようにしてください。こんな感じですね。でここに糸を通します。こんな感じで、同じくここにですね、パイプをネジで固定していくと。はい、こんな感じです。これでここの2本の間に糸が通ってますよね。これが C34 の場合です。で C54 の場合はちょっと一旦これパイプつけちゃいますね。その方が説明しやすいんで、 C54 の場合はこの3つ目のパイプつけます。でここの間、これのパイプとこのパイプの間に糸を通しておくようにしてください。なのでここから出すってことですね。ここからこの広いところから出すと。で C34 の場合はこの狭い方から出しておくという形になります。じゃあちょっと今回は C34 のまま組み立てを進めます。はい、では次これですね。このパーツ、まあこれつけてもつけなくても動作には影響ないんですけども、一応スケール感、見た目の良さっていうところでつけるようなパーツなんですけども、ここですね、ここに金色の金属の
ギアボックスがむき出しの状態になっていると思うので、ここにですねこの向きで取り付けます。ちょっと切り欠きっていうか欠けてる部分があると思うんですけど、ここですね、ここがこのネジを受けてる出っ張りの部分に来るような感じですね。こんな感じです。で、ここもちょっときついんですけど、グッと押し込んであげるとしっかりはまりますので、こんな感じですね。はい、で最後にこの糸の反対側の先端ですね、こちら側をこのフックがついてると思うので、ここに結びます。ここも結び方いろいろあると思うんですけど、まあ止まればいいと思うので、僕もそんなになんかいい結び方知ってるわけじゃないんですけど、一応さっきも同じやり方やったんですけど、一応僕の場合こうやってやってますっていうので、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こう通した後にここに対して普通の結び方で一回結ぶだけです。こうやって本当に一番普通の結び方あるじゃないですか、このこれを通し終わって、その通し終わった紐の先をこの通す前の紐に対してこう一回豆結びの一個バージョンみたいな感じです。でこう縛っちゃって、でまだここの輪っかが大きい状態だと思うんですけど、これはこう引っ張ると閉まるんで、これで取れたことないんで、もっといい結び方知ってる人はそれでやっていただけばいいと思うんですけど、よくわかんないなっていう方はこれでやっていただけばいいと思います。でもちろんこの残っちゃったところですね、ここは切っちゃって大丈夫です。はい、こんな感じですね。これでまあちょっとモーターの稼働がまだできないので、紐は長いままの状態にどうしてもなっちゃうんですけれども、まずウィンチの組み立て自体はこれで完成となります。でここからですね、冒頭でもお伝えした通り、これを車体に取り付ける、そして動かすってなると結構難しい作業というか、いろんな作業、あとは別で必要なパーツっていうのもありますので、ちょっとそのあたりはですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらでご確認していただければと思います。はい、では今回の動画ですね、あくまでもウィンチ単体での組み立てという解説の動画になります。ではこの動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。